オディロ、ロタール・ルドビクス・グローボクニックは、ドイツの政治家、官僚、軍人。オーストリア・ナチ党で頭角を表し、アンシュルス後には、ナチ党ウィーンクダく指導者を務めた。第二次世界大戦中には、親衛隊の将軍として、ポーランドル・ブリンチク親衛隊及び警察指導者を、務め、ラインハルト作戦の執行に当たった。最終階級は、親衛隊中将及び、 警察中将。グロボチュニク、グロボツニクなどの表記も参見する。愛称はグローブス。当時オーストリア・ハンガリー帝国領だったトリエステに、ハプスブルク騎兵隊隊員、フランスグロボクニクとその妻、アンナの息子として生まれる。オディロも、陸軍幼年学校に入ったが、第一次世界大戦の影響で、ケルンテンのクラーゲンフルトへ移り、文官の高校へ入学した。 卒業後、ケルンテンで建築士の仕事をした。1922年にオーストリアナチ党に入党。1931年3月1日には、ドイツナチ党にも入党している。また、1934年9月1日に、新衛隊の隊員となる。オーストリアでのグロボクニックは、オーストリアナチ党とドイツナチ党との連絡役を務めていた。 1934年末頃には、ドイツナチス党の SD 長官、ラインハルト・ハイドリヒのオーストリアでの密接な連絡者になっていた。1936年7月16日には、アドルフ・ヒトラーのベルヒテスガーデンの山荘に招かれており、オーストリアナチ党が非合法活動から手を引くことを求められた。グロボクニックは、フリードリヒライナーや、 エルンスト・カルテンブルンナーに近い立場を取っており、当初はオーストリアナチ党の合法化に固執しなかった。1933年から1935年にかけてグロボクニクは4度にわたり、オーストリア警察から逮捕されている。しかしその後、ライナー・カルテンブルンナー・グロボクニクらは合法路線のアルトゥル在水イイコール・インクバルトラと連携し、 在水イイコールインクバルトのナチス党政権を作ることに尽力した。アンシュルス直後の1938年3月からウィーン地区のドイツ国会議員となる。3月12日には新衛隊大佐に昇進し、新衛隊上級地区ドナウ司令官エルンストカルテンブルンナーの幕僚となる。1938年4月10日からウィーン。 選挙区選出の国会議員となる。同年5月22日に、ナチス党のウィーンオークダク指導者に任じられたが、外国河西法登記を行ったことにより、1939年1月30日を、もってウィーンオークダク指導者を免ぜられ、公認には、ヨーゼフ・ビュルケルが就任した。しかし、SS 長官、ハインレヒ・ヒムラーからは許された。この後、グロボクニックは、 名誉回復の場を求めるようになり、新衛隊特務部隊に入隊を希望し、1939年3月から、第2連隊、ゲルマニアに入隊した。一般新衛隊での階級の継承は認められず、新衛隊将尉としての勤務であった。ドイツ軍のポーランド侵攻の際にも、ゲルマニアに従軍した。占領後の1939年11月9日、ヒムラーは、 グロボクニクに再度チャンスを与えた。グロボクニクを、ポーランドルブリン地区の親衛隊及び警察指導者を命じたのであった。グロボクニクは、名誉回復のためにもここで与えられることとなる、任務ホロコーストを忠実に実行する。ベウジェツ強制収容所、ソビボル強制収容所、トレブリンカ強制収容所の三大絶滅収容所の設置に携わった。 ポーランド総督不良内のユダヤ人を3、大絶滅収容所へ送り込んで、合殺する、ラインハルト作戦の執行は、グロボクニクに委ねられていた。グロボクニクはヒムラーへの報告書の中で、ラインハルト作戦の任務について、A ユダヤ人の移住、B ユダヤ人の労働力の活用、C 物材の活用、D 陰徳された、有価物と不動産収容の4つを挙げている。 グロボクニックは、ポーランド総督不良全体の親衛隊及び、警察高級指導者、フリードリヒ・ビルヘルム・クリューガー親衛隊大将の指揮下にあったが、ラインハルト作戦の執行においては、親衛隊全国指導者、ハインリヒ・ヒムラーに直属するとされ、クリューガーの指揮は受けなかった。さらに、ラインハルト作戦を実質的に指揮したのは、 グロボクニックの副官であるヘルマン・ヘフレ、親衛隊隊であった。彼が、各地域の親衛隊及び警察指導者と、調整しながら、ゲットーのユダヤ人の絶滅収容所への移送を指揮した。また、ベウジェツ・ソビボルト・トレブリンカの3、大絶滅収容所の管理は、クリスティアン・ビルトに委ねられていた。150万人以上のユダヤ人が、ラインハルト作戦によって殺害された。 1942年11月9日に、新衛隊中将を及び、警察中将に昇進。ベニート・ムッソリーニが失脚し、ドイツ軍がイタリアへ侵攻した後の1943年9月に、グロボクニクは、生まれ故郷のトリエステに配属され、イタリアの新衛隊及び警察最高級指導者、カール・ボルフの下で、アドリア海岸作戦地域の新衛隊及び、 警察高級指導者となった。ここでの彼の任務は、パルチザンの総統が主であったが、同時に、イタリア国内でユダヤ人狩りも行っている。しかし、連合軍が接近してくるとグロボクニクは、オーストリアのケルンテン州へ逃亡。少数の親しい者と一緒に焙煎税近くの山小屋に身を隠すようになった。ドイツ敗戦後の1945年5月31日。 グロボクニクは、イギリス軍により見つけ出されて逮捕されたが、その日のうちに、パテルニオンにおいて、シアン化物のカプセルを服用して自殺したとされる。なお、彼が死んだ証拠とされる写真には、偽造説があり、グロボクニクは、金や宝石と引き換えに、イギリス兵を買収して逃れたのではないかとも言われる。また他のナチ戦犯と共に、シリアで生涯を終えたなどとも言われるが、 真相は不明。本校では死亡日は一般的な1945年5月31日とする。身長は176センチだった。信仰はもともとはローマカトリックだったが、親衛隊入隊後には親衛隊の規則に従ってキリスト教会を離れた。親衛隊少将の頃のグロボクニク。ありがとうございます。